ジョーダン・ファーマーはカリフォルニア州ロサンゼルス出身のバスケットボール選手。NBA のロサンゼルスレーカーズなどに所属していた。ポジションはポイントガード。188センチメートル、82キログラム。ファーマーはアフリカ系アメリカ人の父とユダヤ人の母の間で生まれた。高校時代は二度の転校を経験し、二度目の転校先であるタフト高校では、 最終学年に27.5得点6.5アシストのアベレーベルエジを残し、同校を初のロサンゼルスのタイトルに導いた。ファーマーは、ロサンゼルスの年間最優秀選手賞を獲得し、USA トゥデイ選出のスーパー25や、パレード選出のオールアメリカンセカンドチームなどに選ばれた。大学は UCLA に進学。2年目の2005から06シーズンには、 オールパックマイナス10チームに選出された。NCWA トーナメントでは準々決勝でアダム・モリソン率いるゴンザガ大学と対戦。終始リードを奪われていたが残り時間17秒で1点差にまで追い上げるとファーマーはゴンザガから値千金のスティールを決め、そのままチームメイトにアシストパスを送り、チームを大逆転勝利に導いた。 UCLA は決勝まで勝ち進んだが、フロリダ大学に敗れた。3年生には進級せず、2006年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフトでは、ファーマーの地元ロサンゼルスのフランチャイズチーム、ロサンゼルスレイカーズから1巡目26位指名を受けて NBA 入りを果たす。ルーキーイヤーとなった06から07シーズンは、 シーズン中に D リーグ送りになったこともあったが、72試合に出場し、2007年4月1日には午後3時30分開始の D リーグロサンゼルスディーフェンダーズの試合に出場すると、今度は4時間後の午後7時30分には、同じ会場で行われたレイカーズ対サクラメントキングス戦に出場し、同じ日に D リーグと NBA でプレーした初めての選手となった。レギュラーシーズンは、 スマッシュパーカーの控えとしてプレーしていたが、プレーオフでは全試合で先発に起用された。07から08シーズンにデレック・フィッシャーがチームに復帰。以降、ファーマーはフィッシャーの控えとしてプレーし、シックススマンとして重要な役割を果たした。レイ・カーズで2度の優勝を経験後、09から10シーズン後にニュージャージー・ネッツへ移籍した。2011年には、 イスラエルバスケットボールスーパーリーグのマッカビテルアビブ BC で2012年にはトルコのターキッシュバスケットボールリーグ FS ピルゼン SK でそれぞれプレーした2013年7月17日ロサンゼルスレイカーズと契約 NBA に復帰した2014年7月9日ロサンゼルスクリッパーズと契約したが2015年1月16日に解雇された その後再びマッカビテルアビブ BC などでプレーした後2016年3月20日メンフィスグリーズリーズと契約した2016年9月13日サクラメントキングスと契約したが10月24日に解雇されるも11月2日にダレンコリソンの開幕から8試合の出場停止処分によるポイントガードの層の薄さを補う特別救済条項を行使し キングスが呼び戻した。ありがとうございます。